はい、というわけで、今日の釣り剣ムービーはね、株式会社釣り剣本社からねお伝えしたいと思いますけれども、今回はウェブショップ限定アイテムのご紹介ということで、釣り剣ミギーと一緒にやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。ということで今回ご紹介したのは、はい、こちらダダンということで、はい、品名はハイブレードジップシャツ、THZ241、うん、よく言えましたちゃんと名前覚えてましたねあの今回はですね、このジップシャツ、実はこれ結構人気商品、はい、うん、ですよね。多くの方からご質問いただいてるんですけれども、ご質問が結構あって、あのハイブレードってどうハイブレードなんですかって言う、あうんって言われるんですよ。ですので少しね、その辺のところ、一番違うところって何ですかね。一番違うところは、うん、普通のジップシャツと生地が違くて、うんうんうん、ハイグレードジップシャツはこんな感じでメッシュの生地、ああそうですそうです、こんなメッシュになってる、はい、使ってて、すごい通気性が良くなってのが一番の違いです。あ、一番の違い、はい、実際通気性がいいと何がいいか、今年特にほらあの暑いですよ、夏ね、うんうんうん、ね、秋もねエリアによっては結構あのやっぱり日差しが強いのが続くようなところもあるんじゃないかなと、まあ、今年は特に暖冬傾向だというふうに言われてますんでですね。でそういう時に、まあ、朝夕はそこそこ涼しくても、お昼間、お昼前とかになったらやっぱりどうしても日差しが強くなるんで、こう上着を脱いじゃう時があって、そういう時に通気性ってめちゃくちゃ大事なんですよ。あの暑い中で上着を脱いで涼しい状態で釣りができたらやっぱり気持ちいいんで、あのこれは結構嬉しいっていうか、結構あの高級というか、あのやっぱりグレードの高いねメッシュ素材使ってるので、そういう意味ではあの釣り人に嬉しい機能なんじゃないかなというのがあります。それと何か工夫ありますか、他には。他には、うん、釣りはやっぱ動くことが多いと思うので、はいはいはい、この肩周りとかの縫い方にこだわってて、はいはいはい、うん、動きあんまり妨げないような感じの縫い方に。あ、そうね、あの生地って、まあ 布, ね、布は柔らかいので、まあ、そこそこ伸縮性があるんですけれども、どうしてもあの縫い合わせなきゃいけないんで、あの縫製の位置なんかが分かりやすく言うとですね、そう、釣り用じゃないシャツなんかを着て釣ってみるとよく分かるんですけれども、釣り用じゃないのを着てると、あの縫製の位置なんかがちょっとね、あの動きにくい位置にあるというか、こう動いたら、まあ、簡単に突っ張る、そうそう、突っ張るんで、あの巻き投げる時なんかとか、竿をねちょっと遠投したいなと思ってこう思い切り振った時なんかに、やっぱりちょっとそういうので気になる人は気になるし、私もやっぱりあこれちょっと釣りにくいということでちょっとね、あの邪魔になったりというかね、ちょっと嫌だなと思うことが、これはそれじゃないっていうことか、はい、うん、すごくあの釣り人目線にすごく、このねあの縫い方っていうのはこうジップシャツシリーズ共通なんね、うんうん、そうですですよね、はい、はいはいはい。そしてあの何よりもね、あの今日これあのさっき、ね、あのちょっとするあの話する前に右と話してたんですけど、これだけは絶対言いたいと思います。それなんですか、はい、はい、この刺繍キャップ、うん、今ウェブショップで販売してるんですけど、うん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 、この派手なデザインと、うん、この派手なデザインを、うんうん、組み合わせて着ていただくことで、うん、すごい。かっこいいコーディネートになる。ああ、なるほどね、はい、そうか、それちゃんと考えてこう、はい、トータルコーディネートしてるのか、はい、ああ、なるほど。それはあの実はあの結構そう、先週の釣り機ムービーで、うん、イグマさんこれちょうどこの組み合わせだったじゃないですか、はいはいはい、ああ、なるほどね、そういうことだったんですね、うん、だからこういうふうな組み合わせも考えて作ってるってことですね、はい、はい、裏も、あ、裏、はいはい、こんな感じで、ああ、本当だ、そうですね、あの、うん、こう左右非対称なんですね、こう、はい、前こう全体で前後もそうですし、うん、とあと袖のところちょっと見せてもらっていいかな、うん、はい、そう、これね結構ね大事なんですよ、ここ、これかっこいいです、はい、釣ってる時はここがね実は一番目立つとこなんで、うんうん、そう、釣り剣のね、ロゴに入ってます。ここら辺のところも結構ねあの作り込まれてますね、かっこいいデザインのやつですね、はい、これねあの人気商品なんですけど、サイズは、サイズは S から4L まで準備してます、うんうん、まあ、女性からね、体型の体格のいい方までね、あの対応するラインナップを取り揃えてますんでですね、これはもうウェブショップ限定品で、はい、限定で、はい、やらさせていただいてますね。ぜひね、釣り剣ホームページのウェブショップ覗いてみてください。ということで今回は釣り剣ウェブショップ限定アイテムのご紹介でした。どうもありがとうございました。